はい、おはようございます。おはようございます。ちょっと自己紹介お願いします。藤井拓人、16歳です。高校は通信通ってきて、今プロを目指してます。どっから引っ越してきたんですか？もともと京都住んでたんですけど、京都から三重に2年前ぐらいに引っ越して、そこからサーフィン始めて、今サーフィン歴2年です。サーフィン歴2年なの？約2年です。うわ、短いですね。まあ選手にしてみたら短い。じゃあキッズクラスとかで NSL で戦ってないでしょ？戦ってないです。ということは意外に選手あんまり知らないんじゃないの？あんまり知り合い少ないですね。でも本気でプロ目指してきてんだよね。そうです。どう、そういうなんていうの、浅いのがダメだとは思ってないけど、はい、千葉って濃いじゃん。濃いです、ね、みんなうまいし、はい、どう来て、ほとんどが NSA で戦ってキッズからやっとる子たちが、はい、まあみんなじゃん。そこにさ、ポンって言うと周りが知らんからさ、結構どう、やりにくいのか逆に関係ないのか。最初はちょっと緊張したりしましたけど、やっぱ三重県に一体戻った時に、その三重県の小野浜のやりやすさがめっちゃ感じましたね。落ち着きがすごいです。俺も小野浜で入るとさ、はい、安心してできる。あ、好きなんですね、やっぱり。いや、大好き。やっぱり上手い人多すぎて、まあ、小野浜が下手とは言わんけど、はい、なんか本気の選手が多すぎて邪魔したらまずいなとか思うじゃん。ありますね。まあでも自分も選手だからな。で、これから試合とかはじゃあどうなるの？試合とかも来年から回ろうかなって思って。で、まだ試合も出てない？あんまり出てないです。なのにもう勝負かけて引っ越してきたんだ。はい。それどんなきっかけ、お父さんが行こうっていうの、自分が行こうって言ったの？僕が中学卒業するぐらいにちょっと進路どうするかってなって、何やりたいかってなった時にサーフィンってなったんで、こっちの道選びました。うお、すごい。じゃあお父さんも仕事まで変えてきたわけ？そうですね。うわ、じゃあ何、もう本当に頑張るしかないんだ。そうです。頑張ってる？頑張ってます。じゃあ好きなサーファーとかいます？好きなサーファーは河村海沙さんです。あ、海沙くん。体型が似てるかなって思う。ああ、そうだね、細くてね。で、勉強してんだ、海沙くんの見て。してます、いろんな人の見て。 YouTube もしてます。はい。YouTube とか見るんですか？見ますね。どんなん見るんですか？どんなん見る？誰の YouTube？ もちろん嵐さんも見ますし、まあ、いろいろ見てます。まあ、そこはさ、いや、嵐くんのは好きじゃないからあんまり見ないですとか言っといた方が良かったみたいな。見ますね。全部見てます。いや、そうか、2年。はい、2年です。2年でダメなわけじゃないけど、でも頑張りがいあるっていうか、どんどん上手くなるからサーフィン楽しいよな。逆に楽しいです。最近楽しいですね。どんどん上手くなるじゃん。はい。知ってますよ。福井ひろとの YouTube 見る？はい、たまに見ます。ああ、見ません。全部は見てないです。見ませんって言ってほしかった。見ません。じゃあ、あれは、あの、海で福井くんに会ったことある？あります。ちょくちょく何回か挨拶させてもらいました。どんな感じ？おい、やってるか、ちょっと行け。いや、そんなガチガチじゃないです。優しかった？優しかったです。いや、面白いね。まあでもどんどんな上手くなるから楽しいよな。楽しいです。でポーンと最短でプロになったら面白いからさ。はい。来年の試合楽しみだね。まだわかんないです。プロトライアル試合も出ずに一気にいっちゃう？あんまりまだよく分かってない。でも井上貴選手とか試合出ずになったよな。おるよそういう子。あ、そうなんですか。うん。でも分からへん、チャンスあるよ。ありますかね。練習次第ですね。素晴らしいな。なります。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。